旧ジャニーズと LDH の意外な交流関係。どうも皆さんこんにちは、旧です。はい、今日はですね、直近でソレスノの番組の方でですね、 LDH の関口メンディーさんだったりとか小森隼人くんだったりとかが、まあ、ソレスノに出演するっていうことで、まさかの旧ジャニーズと LDH がコラボ、バラエティでコラボするっていう、まあ、かなりの激アツだったりとか胸アツな展開があると思うんですけども、まあそれを経てメンディーさんの方でも、まあ、歴史が動くというか、旧ジャニーズと LDH でコラボするから歴史が動くっていう風に言われてたんですけど、結構 LDH と旧ジャニーズって交流関係広いんですよ。それはもちろんジャニーズも歴史ありますし、 LDH も歴史があって、いろんなグループがあるからやっぱ交流関係とか多いんですけども、今日は改めて旧ジャニーズと LDH のこの人とこの人って交流関係あるんだよっていうのをまとめみたいな形で動画にしていけたらなっていう風に思います。結構自分の方でも抜けてるところが、まあ、多々あるので、まあ、ぜひ皆さんの方でも補足でコメントしていただけたらなというふうに思います。では早速本題に入る前ですね、まあ、やっぱ少し自分の方でいろんな思いを語らせていただきたいなと思うんですけども、まあ、メンディーさんの方でも歴史が動くよ、まあ、LDH とジャニーズじゃっていうことで言ってたんですけども、でも冷静に見てみると結構スマスマとかにエグザイルが来たりだったりとか、一緒に歌も歌ったりとかね、地味に LDH とジャニーズって元から絡みは結構あるんですよ。まあ、それをまあめちゃくちゃオープンに言ってるかって言ったら、結構個人のところでポロッと喋ったりとかっていうレベルではあるんですけど、やっぱ旧ジャニーズっていろんなグループとのコラボとか絡みっていうのがあんま見せないっていうような動きがあったじゃないですか。まあ SNS とかも基本やらないっていう風潮だったんで、まあそういった中で例えばこの人とジャニーズのこの人が絡んでたら、そこ繋がりあったの？燃えるわみたいな、そういう胸圧とか燃えポイントみたいなところがあるんで、まあ、意外とこれから話していく人たちの絡みっていうのは結構知ってる人多いんじゃないのかなっていうふうに思いますね。でまず最初なんですけども、嵐の桜井くんと、まあ、三代目 JSOULBROTHERS のガンちゃんがどちらも慶応出身ってことで、先輩後輩の関係値ではあるんですけども、まあ、一緒にご飯を食べたことがあるっていうことで、確かキンスマで言ってたと思うんですけども、中井くんの方でもいいな桜井の連絡先知ってみたいな感じでちょっと笑い取ってましたね。まあその名残ってわけじゃないんですけども、嵐と三代目 JSOULBROTHERS の方でも一緒に写真を撮ったことがあるっていうエリーさんの方のなんかツイッターか何かでなんかつぶやいていて、なんかその写真をアップするのは多分まずいっていう風になって、なんか手でね描いた、もう絵描きというか絵で描いたような、ここに松潤、ここに登坂くんがいるみたいな形で描いてたのに対してニノが返事してましたよね。僕もその写真まだ持ってますよみたいな形で、なんで嵐と三代目の写真か見たいないつかっていうような気がしますよね。まあ、プラスアルファでガンちゃんに関してはキスマイの千賀くんの、まあ、個展に行って遊びに行っていたので、まあ親が社長同士というか金持ち同士のなんかその御曹司絡みみたいなのもあったのかなって気がしますよね。で EXILE の TAKAHIRO さんに関しては、 KAT−TUN の亀梨くんの舞台を見に行ったことがあるっていう風に番組で言っていましたね。続いて旧ジャニーズ WEST、まあ、現 WEST の藤井流星くんと GENERATIONS の白濱亜嵐くん、この2人は M ステで以前僕は流星と仲いいんですよみたいな感じで、流星くんの方も僕も亜嵐の上半身とか腹筋触ったことがありますみたいな感じで、10代の時から仲がいいっていう風に言われていました。まあ、妹さんたちが LDH 所属っていうのも多分関係しているのかなっていうイメージですね。なんか意外だったのが、令和になる瞬間も一緒に過ごしたっていう風になっていたので、まあ、相当仲がいいなっていうのと、まあ多分どっちもちょっと女の子好きっていうのも、まあマッチしてるのかなって感じはしますよね。で、そのジェネレーションズの白濱亜嵐くんは、スノーマンの岩本照くんと同級生で、亜嵐くんに関しては自分のジェネレーションズか個人のラジオかわかんないんですけど、自分たちのラジオでスノーマンのハローハローを紹介してくれたりだったりとか、もう普通に友達なんだなっていう感じがしますよね。でまたまた亜嵐くんなんですけども、亜嵐くんはセクシーゾーン中島健人くんとたくさん絡みがあるっていうわけじゃないと思うんですけど、多分まあデビューとかも結構近い中で、お互いが意識してるのかわかんないですけど、よくエレベーターとかでみたいなアイコンタクトみたいな感じでよく目が合うみたいなことは以前白濱亜嵐くんが言ってましたね。で TOKIO の松岡くんと EXILE の ATSUSHI さんに関してはなんかサウナ仲間みたいな形で、EXILE に新メンバーが入った時もサウナで松岡くんに紹介したっていうようなエピソードもありますね。
まあちょっとここは元ジャーニーズってなっちゃいますけど、ヤマピーが、まあ、3代目 JSOUL BROTHERS の登坂くんと今市くんと、まあ、一緒に飲んだっていうような、まあ、話もあって、まあ、ちょっといろいろ噂では実はヤマピーはそこでちょっと愚痴をこぼしていた、当時ジャニーズ所属していたので海外に行きたいけどなかなか事務所が後押ししてくんないよとか、まあこれはあくまで噂ですけどね、まあそういった話もあったんですけど、一応この3人が一緒に飲んだっていうのは、まあ、報じられていましたね。まあ、それが多分、まあ、信憑性がかなり高いと思うんですけども、まあ、その理由として、まあ、ジャニーズを辞めた後にヤマピーがソロライブした時に登坂くんが、まあ、見に来たと、まあ、あと一緒に元ニュースのシゲと小山くんも一緒にいたっていうことだったんで、まあ、やっぱり登坂くんとヤマピーっていうのは交流があったんだなっていう感じがしますね。まあ、その流れで、まあ、辞めてしまった元キスマイの北山くん、ミックに関しても今市くんのインスタでもうかれこれ 7,8 年の付き合いで、まあ、次のステージに進む3つを応援していますっていう風にインスタで投稿しています。また平成ジャンプの有岡くんと、まあ、ジェネレーションズの佐野レオくんなんですけども、以前佐野レオくんの方のツイッターで、まあ、有岡くんのうちわを持って写真でツイートしていたので、まあ、きっとレオくんは、まあ、有岡くんを見にっていうか有岡くんと交流がありながら、まあ、平成ジャンプのライブを見に行ったんだなっていうようなツイートが以前されていました。続いてなにわ男子の高橋恭平くんとファンタスティックスの中島くんと佐藤大樹くん、ザ・ランページの藤原くんとバリスティックボーイズの深堀くんのメンバーで USJ に行ったっていうようなエピソードもあって、それはファンタスティックスの中島くんのラジオの方で発表というか言われてたんですけども、まあ USJ の方に一緒に行ったっていうことで、まあ要は LDH4 人に対して、まあジャニーズからは1人ってことで、まあでもその事務所でなんか4対1とかじゃなくて単純にその5人とかで仲がいいのかなっていう、中島くんの方からは恭平っていうような名前が出てたんで、まあ下の名前呼んでるんで相当仲がいいのかなっていう印象ですよね。続いてファンタスティックスの佐藤大樹くんに関してはトラベスジャパンの松田健太くんとの交流もあって、まあ佐藤大樹くんの方に関してはツイッターで久々に健ちゃんに会えたおかえりっていうようなツイートをまあしていました。まあっていうのがトラベスジャパンの方だとアメリカ留学していたところで帰国したので、まあそれに対しておかえりっていうのもそうですし、まあプラスアルファ松田健太くんのまあ相関図、ジャニーズジュニアチャンネルの方で相関図のところにも、まあ佐藤っていう友達があるので、まあきっとこれ大樹くんかなって、まあ佐藤ってちょっと多すぎるんですけど、まあ多分大樹くんかなっていうような感じですね。まあ今バーッと連続でお話させていただいたんですけども、まあ、やっぱこう見るとかなりこの交流関係っていうのが旧ジャニーズと LDH の方ではあるなっていうような感じがしますね。まあどちらもその男女混合とかじゃなくて、まあ、男性しかいない男性のボーカルグループっていう中で、やっぱりその事務所のやってきた功績とか歴史が長い方だと思うので、どちらもだからジャニーズ関してはめちゃくちゃ長いですし、まあこういった忖度とかがなくなった、まあ世界戦で、まあ元 LDS と旧ジャニーズっていう絡みももっと増えてほしいなと思いますし、まあプラスアルファでじゃあ BMSG と LDS と旧ジャニーズっていうこのなんか3つの事務所の垣根だったりとか、まあ JO1 とか INI とかのようなその韓流系の事務所だったりとか、まあそういったのも含めてもっともっと、まあ、LDS とジャニーズってだけじゃなくて LDH、JO1、まあじゃあトラビスジャパンとかそういういろんなのがぐっちゃぐちゃで番組とかやってくれてもいいんじゃないのかなっていうような気がしますよね。はい、今日はですね、まあ、旧ジャニーズと LDH の、まあ、交流関係ってところで、まあ、ざっとお話させていただいたんですけども、今回僕が話した内容以外に皆さんの知ってる交流関係だったりとか、まあ、僕が今日お話しした人たちに対しての補足エピソードだったりとか、ぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズの話っていうのは自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなっていうふうに思います。旧ジャニーズと LDH ってなんでこんなにエモいんだろう。またね。